いらっしゃいませ。お願いします。こちらになります。エストネーションから出てるカノコのシングルのニットジャケットですね。日本の色の糸を使ってニットを編みしてるような、裏地見ていただくと分かるんですけど、真鍮を使ってるのでニットジャケット特有のちょっとこう着崩れみたいなそこが改善されているので、固形性を保てるので、まあ、長く着ていただけるようなアイテムになってますね、まあ、ハンガーに吊るした時の伸びとか着ていくうちに伸びていくようなデメリットをなくしているかつ、まあ、今自分自身持っててすごく軽いアイテムなので、着てる時のストレスとかも非常に少ないアイテムになってますね。長く着られるニットジャケットですね。カーディガンのようにあまりこうジャケットというよりかは1枚上の羽織のような軽い気持ちで羽織っていただけると、着こなしはウールパンツでもいいですし、デニムで中シャツじゃなくても、まあ、T シャツで羽織っていただいても、ニット特有のちょっとこの着づらさ、この肌当たりとかも、まあ、真鍮が入っていることによってそういうのも改善されてますので、すごくまあラフにカーディガンのように着ていただける商品になりますね。オレンジとネイビーもありますので、オールシーズン着ていただけるかなっていう、まあ、お移動でちょっとこうクーラーで寒くなったりとかもあると思うので、型崩れもしにくいので、まあ、そのまま手で持っていただいてお部屋に入った時に着ていただける。次は前のシーズンからエストネーションがお取り扱いしてますビズビムというブランドですね。買い付けした理由としては変わらない、もう長く本当にいい最高級のものをずっと着ていただきたいっていう考えのもとバイングさせていただいてますね。結構今ファッション業界 SDGs ややっぱりこうサスティナブルっていう、まあ、運動がすごく活発に行われてるんですけど、いいものをこうずっと着ていただく、こう20年30年変わらない最高級のお洋服を着ていただくっていうのも、まあ、そういった活動に合うんじゃないかなと。ビズミブさんはブランドの特徴としてこう着ていく中でのお洋服へのこう経年の変化だったりも楽しんでいただけるので、まあ、年齢を重ねるたびに自分にこの服が似合っていくっていう楽しさもあると思いますね。こちらがワングラビティというブランドになってまして、まあ、エストネーションのオリジナルブランドになります。近づいていただけたら分かるんですけども、フェイクスエードなんですけど、本当に僕も触ってても限りなく本当リアルスエードに近いような見た目と質感になってますね。でパンチングにしてるので武骨な要素は少し抑えれるので、街に着れるようなワンマイルウェアになりますね。まあやっぱりスエードは結構、まあ、僕自身そうですし、レザーパンツってまあ、合わせも難しいですし、まあ、シルエットとか、まあ、革の印象によってはだいぶイメージも変わるようなアイテムなんですけど、こちらマットなスウェードの、まあ、形も結構スポーティーな形になってますので、あまりこう気になさらず上のブルゾンだったりシャツとか、まあ、もちろんジムに行く時の T シャツだったりとかでも合うようになるので、まあ、そのままお部屋も入っても部屋着のように見えすぎないのはやっぱりすごい使いやすいですね。やっぱりどこかにこうラグジュアリーな部分が感じられると着ていても気分も上がりますので、いろんなシーンでもお使いになられると思います。パンチングレザーになりますので、あの比較的、まあ、ちょっとレザーっていう言葉で春夏のアイテムだと暑いんじゃないかなって思う方多いんですけど、よく見ていただくと分かるんですが、本当に通気性もすごいあって足を通したら透けないような本当にちょうどいい生地感になってますね。ケアの部分に関してはお洗濯可能になりますので、そのまま着ていただいてお洗濯していただけるようなアイテムになっています。こちら同じ生地のセットアップになりますので、セットアップで合わせて上からブルゾンを羽織ったりしてもかっこいいと思いますね。でこのままジムに行かれて汗を流して運動していただいても可能になります。そのままジムの後にこう外に出ていただいても恥ずかしくないような生地感だったりシルエットだったりするので、こちらのブランドはコラムというブランドになってますね。こちらもエストネーションでのオリジナルブランドになってます。こちらのスウェットなんですけど、このブランド全てあのメイドインジャパンにこだわってまして、まあ、縫製だったりシルエットだったりをかなりこだわってまして、
アームホールすごいこの辺は広いんですけど、まあ、僕も今着てますけど手の方にかけてすごく綺麗にテーパードがかかっているので、まあ、着た時のドレープ感だったりとかそういったものがすごく綺麗に見えるようなアイテムになってますね。こちらのあとこだわりのポイントとしてはコラムはどのお洋服にもこのグレーのお色がすごい使われてまして、こちらコラムグレーっていうグレーになってますね。かなりこだわって作ってますね。一応カラー4色あるんですけどエソネーションの中でもコラムグレーは子供っぽく見えなかったりとかスウェットなんですけど落ち着いた雰囲気でお客様からはすごいこちらのコラムグレーが一番いいっていうご意見すごくいただいてます。アメリカ人のこのがっしりしたスウェットだったりしてもかっこいいんですけどどこかこう品が欲しいなっていう方には、まあ、1枚で決まるこのコラムのスウェットは肌当たりも良くてすごく綺麗に印象が見えるので基本このブランドはカッティングだったりとかドレープ感とかそういったものすごいこだわりを持ってますので着たらより良さが分かるようなブランドになってますので大人が着たいスウェットだと思います。こちらですね、パックパンツになってます。ブランドはビビアン・ラムゼーっていうブランドになってましてリサイクルコットンを使った、まあ、オーガニックのコットンを使っているパンツ、パックティーになってますね。大人のためのブリーフっていうのは、僕もすごい見た時面白くて、こういった機会にちょっと挑戦してみてもいいかなっていうのは、すごく感じますね。こちら3枚入りになってます。こういったボクサータイプもございます。あと、ソックスもご用意しておりますので、3枚入りで、どちらも同じ値段で8500円。あと、男性へのギフトであったりとか、そういったのもすごく人気でしたので、やっぱりこの見た目のインパクトだったりもあるので、その辺のこう見て楽しんで、着て楽しんでいただくっていう良さもあります。履き心地は適度な締め付け感もあるので、履いててもピタッと体にこう沿うようなデザイン。なってますので、それは僕も一度試着させていただきましたけど、すごく着やすかったです。ありがとうございました。